1949年、帝都を震撼させる二重の顔を持つ正体不明の大怪盗、その名は怪人二重面相。あれは怪人二重面相だ。俺違うよ。俺は二重面相にはめられたんだ。俺にも泥棒教えてください。無実の罪を晴らすため二重面相に変装し戦いを挑む。すげえ。実に面白いじゃないか。明智小五郎の名にかけて君の無実を証言してやる。私もお手伝いいたします。え、はい、今日こそ奴を捕まえましょう。無実証明したら、サーカスに戻れ。